パブリーズ CM の情報漏洩騒動によるジャニーズ事務所と P&G ジャパンの複雑な対立を解説。道江俊優の新 CM 起用にも注目。日本の人気アケアブランド、パブリーズの新 CM に、なにわ男子のメンバーである道江俊優が起用され、ファンの間で大きな話題となっています。しかし、その発表に際して、情報漏洩騒動。 が発生し、ジャニーズ事務所と P&G ジャパンとの間で何やら波紋を広げているようです。この記事では、道江春遊の新たな CM 起用について詳しく探り、情報漏えい騒動の背後に潜む事情を明らかにします。 平野紫耀から道江春友への交代、パブリンズの新 CM に起用された道江春友は、何わ男子のメンバーとして数多くのファンに支持されている若手アイドルです。その彼がパブリンズの新 CM に起用されたことは、彼のファンにとっては嬉しい驚きでした。しかし、 ここで注目すべきは、道江ユ優が CM に起用される前に、同じパブリンズの CM に出演していた平野潮の存在です。平野潮は、キングピンス、キンプリの一員として、数多くのファッションやエンターテイメント関連の仕事に携わってきました。しかし、彼は2021年5月にグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場。その後、 トベというアーティストプロデュース会社に移籍しました。平野がトベに移籍した後も、彼が出演するパブリンズの CM は放送され続けていました。ところが、ミチエシュユが CM に起用されることが発表される直前に、メーカーの公式 YouTube チャンネルから平野版の CM 動画が削除され、ミチエシュユによる CM が引き継がれることが明らかになりました。 この突然の交代劇にファンは驚き、喜びを示していますが、一方で情報漏洩騒動についても話題となっています。情報漏洩騒動の発端情報漏洩騒動は、一部のファンからの情報漏洩が発端とされています。 8月26日に配信されたニュースサイト、週刊女性プライムによれば、道江春優がパブリンズの CM に起用されることが正式発表される数日前から、旧来の SNS プラットフォームである X、旧ツイッター上で、平野から道江に交代するという情報が広まっていたとのことです。この情報が広まった発信源は、P&G ジャパンの 社外費のカタログに道江春遊の写真が含まれていたことを指摘し、ジャニーズ事務所への恨みを示唆していました。彼らは平野紫耀がグループを脱退したことに不満を抱き、元ジャニーズとなった平野が降板する代わりに、現役ジャニーズの道江が当番という展開に反感を示し、さらにはパブリーズの風媒を宣言するなど、激しい反応を示していました。 P&G ジャパンの対応一方、P&G ジャパン側は情報漏えい騒動に対してどのように対応したのでしょうか。この騒動の発端には、P&G 関係者が社外費のカタログを外部の人間に渡したことが関与していたとされています。つまり、情報漏えいと言わってはならないミスを犯してしまったのは P&G ジャパン側なのです。 P&G ジャパンはこれまでジャニーズタレントを他の製品の広告に起用しており、両者の間には良好な関係が築かれてきました。しかし、この漏洩騒動により、P&G はジャニーズに対して何らかの歌詞を作ってしまった可能性が高いです。ジャニーズ事務所は若手アイドルや俳優の育成に力を入れており、タレントの成功が彼らの評判に直結します。 したがって、P&G Japan の情報漏洩が、ジャニーズ事務所にとって有利に働く可能性もあるのかもしれません。結論、パブリーズ CM の情報漏洩騒動について、ジャニーズ事務所と P&G Japan の間には複雑な関係が浮かび上がっています。平野仕様から、道江春ゆえの CM キャラクターの交代劇は、 ファンにとっては新鮮な驚きとして受け入れられていますが、その背後には情報漏洩騒動が絡んでおり、一部のファンの反感も引き起こしています。一方で、P&G ジャパンの情報漏洩は、ジャニーズ事務所にとっては意外な形で有利に働く可能性もあることから、両者の今後の関係が注目されます。 この出来事はエンターテイメント業界における情報管理の重要性を再確認させる一例と言えるでしょう。飛び入りした平野仕様に新たな CM が決まればファンの心も少しは晴れることでしょう。一方で、道江春遊の新たな CM 起用に期待するファンも多いことでしょう。今後の展開に注目が集まることは間違いありません。